ベラに聞きたいコーナーということで、今日もビシバシと熱く語っていきたいと思います。専門家のデミさん、よろしくお願いいたします。お願いします。いやーね、いろんなご意見いただいておりまして、答えやすいもの、答えにくいもの、いろいろありますけれども、皆さんぜひね、QR コードの方のホームからエントリーしていただくか、 YouTube のコメント欄でも受け付けておりますので、お気軽にご投稿ください。なお、在庫確認やカスタムの詳細についてですね、あのお問い合わせはパドック店頭まで直接お願いいたします。そうだね、あの答えがコメントね、あの技術的なのちょっと答えてあげられるみたいなのが浦さんから LINE 来たりとか、毎日俺楽しみにコメント見てるんですよ、実は、はい、で、あの技術的なのなるべくやっぱ答えてあげたいなと思うんですけど、在庫はもう皆無です。僕は販売価格とも皆無です。だからもう店の方が確実な情報とね、ソースがしっかりしてるので、そうしていただければと思います。まあ、極力ね、あの答える分かる範囲で答えてるんですけど、全部はちょっと分かんないんで、店舗の方に直接聞いていただいた方がレスポンスよく答えられると思いますんで、はい、僕らどうしてもね、まあ、僕は普段パドックいないですから、僕はパドックにいても何してる人かよく分かんないので、この間ターゲット直してましたよ。あの雑用係みたいな、そういう感じです。あのシャッターのところのあそこ雨漏りしてるから直してとか、うん、ということでね、よろしくお願いいたします。はい、さて今回はアレスか 98K マガジンの件、デミオラに聞きたいコーナーへのコメントでございます。ゾルタクさん、ゾルタクさん、コメントありがとうございます。はい、デメさんに質問です。デメさんはトレポンについてどう思いますか？金額相応の代物なのでしょうか？はいはい、これね、皆さん多分思ってる人いると思うんですよね。うん、だから、ね、どうなのって多分あると思うんですけど、はい、店側の人間と個人的な恨み節、どっちがいいと思います？横以外じゃないですか。じゃ個人的な恨み節で言っていいですか？わしはね、あの金額を出すだけ余裕がないんじゃん。はい、ま、個人的に、個人的に、はいはいはい、あの金額出すんだったら、わしはバイクをいじるんじゃん。うん、車のパーツとかをいじるんじゃんって感じになっちゃうのよ。あのどっぷり浸かりすぎたんだよね、自分はここの業界に。うん、まずはじゃあデメ、お前トレポンも持ったことねえだろっていう思われてる方、いやいや、こんだけいますよ。トレポンだっていろいろ打たせてもらう機会は多々ありました。じゃあ実際に僕は感動したかというと、正直そこまで感動したことがない。ノーマルの状態、いじった状態ともにでも、いやいやいや、よくできてるのは、あ、感動したのはあった。電子トリガーが全然出る前とグリップの細さ、うんうんうん、これには感動したけど、 それでね、まあ、20万とかぐらいは当たり前にするわけじゃないですか。出せませんよ、僕個人では。でもこういう考え方をちょっと最近ね、また変わってきたのが、僕も浦さんも楽器やるじゃないですか。おで、今の楽器良くなってるよって言われて、5、6万のものとかも持ったりとか、はい、10万のもの持ったりするけど、はい、やっぱ憧れが生まれてくるわけですよね。ギブソンの年代ものとか、あのストラトキャスターのとかってなってきた時に欲しくなるんですよね、やっぱり。何年のやつとかね、そう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 、 USA とかね、が、ジャパンのやつがいいんだろうかね、いいとかね、皆さん好みはありますよね。そう考えた時にトレポンってそれに近いなって結構思ってて、あの丸いのを持ってる、はい、G&G の持ってるけど、じゃあ最高峰の高いの買ったらどうなんだろうってやっぱ思う。でも楽器で USA を使ってたりするときに、いい音が確実にするわけじゃないっていうのは多々あるんです、うん、ジャパンの方が全然良かったとかってやっぱあって、音の好みにもよるからな。でトレポンもそれが当たりっていう人もいれば、あれって持ってるやつより飛ばないぞっていうことも実はあるんですね、うん、トレポン自身も。じゃあトレポンって何のためにあるのかっていうと、実は最高峰のカスタムベースガンだと僕は思ってるんですよ、うん、ベースになるモデルでいろんな実パーツがつく、はい、それとカスタムをするにも誰もが簡単にいじれるんじゃなくて、その加えの角度とかノズルとかね、ピストンヘッドの加えとかちょっと本当職人技で合わせるらしいんですね。あれやっぱり中見せてもらったりとか、自分がいじったりもしたんですけど、それをちゃんとね読める人じゃないと調整ができないから、特別な一丁になるのは間違いないと、うん、これだけやってるからこうなったって。だからよくお話聞くと、パーツ組んでいくと
軽自動車1台分になっちゃったとか、うん、当たり前のようにあったりするんですね、トレポンの世界って。でそれがやっぱステータスとしてドヤっていう意味、人間のあのドヤ感を出したいとか、趣味のものでドヤりたいとか、まあ、価値観の問題ですよね。もうね、金額相応の代物かどうかというのは、だってね、あの100万円の中古車のを買いました、でもそれでもすごい満足ですっていう人もいれば、ね、何千万円するじゃあフェラーリ欲しいんです、いやこれがこれじゃないと満足できないんですっていう人と、フェラーリをね、好みですよね。それがね、コンビニにフェラーリで行かないもん。行かない、ね、めんどくさいでしょ。俺は原付でいいね、コンビニだったら近くの、うん、5分のところにコンビニちょっと行ってくるわって、で暖気もかけてちゃんと、エンジンも温まったからじゃあスタートだって、周り近所からうるせえなって言われながら、なんだったら5分も走らないで炎上しちゃったりとかね。そうそう、ないわけじゃない。いや、トレポンがそうなると言ってるわけじゃないよ、うん、だからもうもう個人の価値観の違い。いや俺にこれ聞くとさなんか俺が言うのはドヤリアイテムだと思ってるから、結構個人的にはいらない個人的にはいらないな。だってサバゲーやるのにもっと安くっていうか、もう気楽にできるもん。何十万円のやっぱさ、バキッとか言ったら、ああ本物の M4 だったら欲しいけどね。銃刀法とかね、関係なしだったらね、本物の M4 を持ってていいよって言ったら、うん、ああちょっと欲しいなと思うけど、まあ、うん、ホビーで考えるんだったら正直、まあ、トレポンじゃなくてもいいかなっていう。ただあのほら、まあ、本来トレーニングウェポンっていうことで89式もトレポンですよ、ある意味じゃ出たわけですからでも今いろいろね、もっと素晴らしいものも出てるんじゃないのかなと。むしろうちらブルーガンの方が欲しくて買った時あるよね。トレーニング用にこう弾が出なくて、ああもう引っ叩いたらいい、もう何してもいいっていうね、いいっていうブルーガンとかをトレーニングで使ったっていうのはあるよね。だからあのこれは本当にあの ゾルタックさんにあの言えるのは、もう自分が欲しいと思えばそれは金額相応の価値になってると思うんですよね。だからなんとなくいいよって言われてるから買おうと思うんだと、納得できない時もあるかもしれない。じゃあなかなか素の状態で 100% 使おうっていうのはなかなか難しい、うん、あのハイパードブラックのヤスさんいるじゃないですか、はいはい、でイベント一緒にやったりするときにヤスさんの持ってるトレポンがバチクソ当たったんですよ、あれはちょっとすげえなと思いましたけど、やっぱノーマルではなかったっていう、そういうなんかね、プラスアルファであのトレポンの価値だけでいうとベースとしてはいいのかもしれないけど、結局はプラスアルファ、うん、何かしらしないと好みに合わないんじゃないのかなとは思う。なのでね、これ参考にしていただければと思います、はい、参考になったかな。否定してるわけじゃないですよ、うん、買いたいときは買った方がいいんです。後悔しちゃいますから。お客さんいるもんね、トレポンの、はい、いらっしゃいます。サバゲソエでやってる人もいるし、ただ問題はパドックでは修理してません、ね、これはそうですね、知識が足りないので、全然うちがやってないので、あの変なこと言えません、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。デミ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デミちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デミ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。